音治った？みんな。音治った？もしもし。音治りました？どう？音。治った？これね、機材の問題じゃないです。なんでかっていうと、普段放送してる機材と全く変わらない環境でやってるんですよ。だから、完全にふわっちのサーバーの問題なんです。コラボになるとダメになるの。俺の問題じゃないから。はい、じゃあ上がってきてください。僕に言いたいことある人。どんどん上がってきて。はいはい。これは俺の問題じゃないから。俺普段音声とかすごいクリアにやってるから、俺の問題じゃないっす。え？もしもし。もしもし。もしもし。あ、お久しぶりです。どうされました？今配信中なんですけど大丈夫ですか？はい。あれっすよ。コラボ放送にしてるんで、これ、声乗っかってないっすよ、スカイプ。LINE の方ってわかります？ LINE、僕 LINE あるんですけど、LINE 繋がってなかったでしたっけ？ああ、どうしましょう。スカイプだと音声載せられないんですよ。ふわっちってアカウント持ってますか？あ、じゃあ、ふわっちのコラボで上がっていただけると嬉しいです。僕の放送を見て、で、コラボに上がるっていうボタンがあるはずなんですよ、どっかに。はい、リクエストみたいなボタンがあるはずなんですよ。どっかありますかね。91人ですね、ふわっちで。の、どっかに、コラボに上がるとか、リクエストみたいな、なんかボタンがあるはずなんですよ。多分、はい。いやー、ちょっとわかんないですね。かける方は、どうなのか。その設定が。僕もあんまりこのコラボ機能っていうのを使ってないんで。パソコンに LINE は入ってますよ、僕。ID 変わってないです。それかもしくは僕のふわっちのプロフィールページに、あれが載ってます。LINE の URL が載ってるんで、そっからできます。そうなんですよ。で、スカイプが不具合出ちゃうんで、なぜか。僕のパソコン。LINE だと音を拾えるんですけど。LINE の ID、プロフィールページに、僕の、ですね、WAD 公式 LINE っていう風に書いてあるはずなんですけど、URL が。そこをクリックすると僕の LINE 飛ばせるはずなんですよ。はい。なんとかギリギリ はい。あ、本当ですか？はい。はい。あ、そうなんですよ。アンチとつまちっていうのをやっていて。あ、いや、来てないですね。今、あれかな？スマホでかけてるからかな？なんだろ
いや、来ないですね、LINE。なんだろう。わかんないですね。和道って書いてありますか？あれ、なんでだろう。ちょっと待ってください。設定。いや、来てないですね。なんだろう。なんで来ないんだろう。ちょっと待ってください。ん？なんでだ？来ないっすね。今、通話してるからかな。なんでだろう。なんか、来ないっすね。いや、来てないっす。どこだろう。ならないっすね。マジっす。はい、それを押していただければコラボになるはずなんですよ、ふわっちのアカウントがあれば。はい。なんでなんだろう。まあ、いつも通りっすね。わ かんないっす、わかんないっす。類は友を呼ぶんじゃないですか。はい。そうっすね。はい。はい、ニコ生っすか？ああ、はい。はい。はい。あ、いや、宗教やってないですよ、僕。あ、格闘技と、今、シルバー作ってます。はい。やってる人、今、おですよ。あもうだ。と、許認可だ。っていうこと。きます。やめよう。ですね。は。あのボクシングさん感じだと。あ、それはまい。
からされあ、そんなもん、そんなもんっす。なんかお小遣いもらえるだけですよ。はい。アイラですか。はいはいはい。あ、いや、ですね、アイテムを投げられたらその収入の半分もらえるんで、アイラ自身は300万ぐらい稼いでるんですよ、毎月。はい。そうです、そうです。アイラはもう多分5000万超えてますね、配信だけで。年収。はい。そうです、そうです。やっと食えるようになったくらいです。はい。そうです、そうです。はい。全然儲かってないですよ。いや、ギャラは3万とかそんなもんですよ。はい。だからまあ、知名度が上がるんで出させてくださいって言ってお願いしてる感じなんで。そんなもんです。いや、しつこい感じの人はいないっすね。はい。ですね、僕が最近これをやってうまくいってるんで、ニコ生のノリでやってるんですよ、また。これだとニコ生のリスナーさんが喜ぶんで。はい。そうです。匿名っていう機能がついたんですよ。キツネっていうのはニコ生と同じ仕組みなんです。匿名になるんです、全員。そういうことです。はい。そうです。そういう機能なんです。はい。あ、ありがとうございます。はい、失礼します。すいません。もしもし。遅いんだよ。あれ？もしもし。聞こえる？ワドの声聞こえないぞ。あれ？おい。俺の音聞こえない？聞こえる？あ、聞こえた聞こえた。聞こえた？何電話でなんか鳴り合ってんだよ。違う違う違う、とつまちってやってたから、別の人がスカイプでかかってきちゃって、で、セッティングでいろいろ、ごめんごめん。そんなアマチュア、構うんじゃないよ、そんなの。いやいや、俺にも付き合いとかいろいろあるでしょ。何の付き合いだよ。おい、うふるざせけえたこよ。と言ってんじゃないよ、本当に。何？言いたいことえ？あんなら言ってよ。なんでそんな嫌いなの、俺のこと。なんでってよ、じゃあ一つだけ教えてやるよ。初見さん、あ、楽しんでってくださいって言うだろ？自言う分。よ。ワド言うだろ？そうやって。言うよ。気持ち悪いんだよ。いいか？いいか？楽しむか楽しむ、楽しまないかはな、リスナーのあれなんだよ。そうだろ？なんで自分から楽しんでいってくださいって言っちゃうんだよ。な。おもてなしの心でしょ。それは、ね？ゆっくりしていってくださいとかだったらわかるぞ。ね？ゆっくりね、楽しんでもいいじゃん、別に。
いや、楽しんでってくださいって、それ自分が楽しんでってって言っちゃってんじゃんか。だってもうすでに。だってゆっくりしてて。いや、また声聞こえないんだけど。うん、声また飛んじゃった。なんだって？だから、うん、ゆっくりしてってくださいも、ゆっくりするかどうかを決めるのはリスナーだから同じじゃないの？そうだけど自分からは言うな。キモいから。キモいって何？具体的な理由はないの？気持ち悪いから言うなってこと？いや、こっちの判断だろ、うん、面白いか。でも初見じゃないじゃん。何年見てんの？ 4 年でしょ？それは言うな。だから初見に対して言ってるのよ。あ、そうなの？いや、そうでしょ。初見さんいらっしゃい、ゆっくりしてってくださいとか楽しんでってくださいって言ってんのよ。あなたに言ってないから。いや、俺にも言えよ。言わないよ。お前誰だよ。卵味噌だよ。お前のリスナー何年やってると思ってんだよ、こっちは。え？なんでそうやって音声聞こえないんだよ、夫が。何やってんだよ。また声聞こえないよ。また声聞こえないよ。声聞こえないんだよ。声が聞こえないんだよ。声が。もうダメだ。もう。ダメだな、ワド。聞こえないんだよ、もう。声が。俺は入ってるから。でもみんな聞こえないって書いてるぞ。機材の問題じゃないんだって、それは。あ、そうなの。俺はずっと喋ってるの。俺の問題じゃない。いや、俺の問題かどうかじゃない。それはわかるけど、聞こえないわ。聞こえないから聞こえないって言ってるだけだから、俺は。あ、そうなの。いや、そうなのって。そうでしょ。聞こえないから聞こえないって言ってんだよ、俺は。コーヒーばっかり飲みやがって、この野郎。問題じゃないっつってんだよ。あと、旅はどうしたんだ。旅はやめた。なんで。ほんとね、のんちゃんが減らるから。でもさ、のんちゃんも配信者として付き合ったわけだよな。ねえ。そうだよ。うん。ということは、そういうね、旅とか、うん、そういう配信でね、うん、俺はやると決めたわけだ、うん、みんなに言って、ね、それでまあ花火その旅資金集めたわけだよな。少なからずは。ん？名目で旅をするからお金をください、うん、花火をくださいって言ったことは俺一回もないよ。いや、俺は見てた。俺は見てたぞ。いや、声聞こえないんだよ。ないの？いや、俺はテロップに書いてたのを見たことがある。じゃあ、テロップに書いてたのは、うん、行けるようになったら旅行こう。旅をするためにお金をくださいって言ったことはないよ。いや、俺は間違いなく聞いたし見たんだよ、でも。だよ。旅のための資金をくださいって言ったわけじゃない。てたもん。それは言っ、旅の資金くださいっていうのとは違うでしょ。いや、一緒だよ。うん。いや、声がね、聞こえないんだよ、たまに。たまに声が聞こえなくてね、もうちょっとやり合いたいんだけどさ、何、電波の状況なのかな、わかんないけど。うん。
の声聞こえたら手を挙げて。